いや今日さ、 A ちゃんがさ歌枠をやっていたんだよ。みんなご存知でない方は、民間でも歌枠やってたけど、あの民間じゃないやつでもね見れるんで、アーカイブで。うまかったのよ、感動したよ。そう、公式の配信でやってたので、みんな 見に行ってみて。でさ、 A ちゃんが歌枠やるって言うから、えぇ、ー、みたいなさ反応さ X でしたらさ、ラリーさん歌枠のコツ教えてくださいみたいなことさ、あれ大真面目で聞いてるのかネタなのか一体どっちなんだと思いながらホロライブでいっちゃん聞いちゃいけない人物に今そんなこと聞いてるけどと思って、そんな ラミーが知りたいよと思ってあのラミーの曲もね歌ってくれてたんだけど、あの日の僕らへをね歌ってくれてたんだけど、すごい上手かったよ。配信では初めてだったんだっけ。でもすごいね緊張してた、いい声だったよ。でもふっと感じた匂いが重なって、僕の心の中に滲んだ。一緒にカラオケ行ったことある？カラオケで飲んだことある先輩と A ちゃんとラミーで3人でカラオケで飲んだことがある。あのラジオの帰りにちょっと一杯やってかないっつって。いやでもさ、居酒屋系とかだとさ、やっぱ A ちゃん、ラミー、アキ先輩もそうだし、声的にバレちゃったらあれだから、その防音効果の高いカラオケに行って、個室とかもいざ行こうってなった時にさ予約できないからさ、それでカラオケで一曲も歌ってない誰も一曲も歌わなかった。 A ちゃん飲んだらやばいって話でしたっけ。 A ちゃんはスイッチが入るとラミーさん聞いてくださいよみたいな。いや面白いよ。そう、普段真面目だからきっといろいろ溜め込むんだろうな、マシンガントークだったもん。でもカラオケおつまみ系のやつってさ、ポテトとかさ唐揚げとかさ美味しいじゃん。お酒もいろんな種類あったし、なんかね楽しかったよ